はい、えー、2020年5月28日連続講座生物遺伝子ウイルス免疫医療感染症対策の理解のために第16回行いたいと思いますで本日はコロナウイルスの基本現在考えられている薬剤の作用点を行います私は講師をします船橋市議で予備高校講師の朝倉と申します明日市議としてあの船橋市議会で、えー、多分13時からになりますが、えー、新型コロナ対応の質疑をいたしますので よかったらインターネット中継でご覧ください。さて本講座ではこの5つの留意点をで行っておきますで。特に3番なんですが、えー、本日生物講師の範囲内で行います。で医療への言及について私医療従事者じゃありませんので、えー、基本的な生物学的な中身で医療への言及はあの限定的にしていきたいと思ってるんですが。 やはり新型コロナウイルス関係の最近の新聞記事を理解する上でもあの本日、基本的なラインだけご説明したいと思いますのであくまでもあの限定的だとご理解いただければと思いますでまず、えっと、ウイルスについてはあのこういう分類ができましてコロナウイルスは RNA ウイルスで1本差のプラス差のウイルスですねでエンベロープという膜を持った構造をしております それで、えっとまあ、ウイルスは私たちのか細胞の中を、えー、乗っ取って増殖していくので私たちの細胞の中での遺伝子発現の仕組みを確認をしておきますと。 えー、ここに DNA が核の中にあって、その情報を転写したメッセンジャー RNA が細胞室に出てきて、ここに写し取ってある塩基配列という情報を読み取って、その情報をにタンパクを作るんですね、でそのタンパクがさまざまな働きをするんですけど、まあそのえー、そのうち一部は例えば核の中に戻って、核の中で働くタンパクになったりすると。 いうような流れがありますさてそれでウイルスはそれを乗っ取るわけですがコロナウイルスも含む RNA ウイルスのグループの主流はこういうふうになります。RNA, ウイルス RNA を持ったウイルスが内部に侵入してそして RNA 自身をコピーしてそしてその情報をもとにタンパクを作らせると。 そのタンパクの情報とこの RNA 自身のコピーが合体して子どものウイルスとして飛び出ていくということですね。はい、それではコロナウイルスについてですがちょっとあの何回か見ていこうと思うんですがコロナウイルスのまず増殖の仕方の基本線をざっと見た上えで詳細にコロナウイルスの内容を見てまた再びこの基本線を確認していきたいと思います。コロナウイルスは基本的に人の細胞の、まあ、軌道や肺包細胞に張り付いて侵入し 中の RNA という遺伝子を、えー、吐き出して吐き出させてそれを情報をもとに、えー、自らをコピーしてなおかつ必要なタンパクを作らせて脱出して子供が出てくるという形ですねでその形ですだいたいここで侵入してここで脱出してここで増殖するという流れだということを確認していただ,いた,だいた上でこのウイルスの構造をもう一回丁寧に見ていきたいと思いますでコロナウイルスは あのまあ、ウイルスあの中でこのエンベロープという膜を持つものがあります。これは脂質膜、脂質二重膜といいまして、人の細胞膜と全く一緒の構造をしているんですね。で、この人の細胞膜と全く一緒なのは、これ実は当然で、えー、人の細胞を乗っ取って増殖して、最後を脱出してくるときに、人の細胞膜、まあ、本当はコロナウイルスの場合には、細胞膜そのものじゃなくて、ゴルジ体とか消耗体の膜なんですけど、それを奪い取って、 えーまあ、あのまあ、脱出するんですね、まあ、ちょっと、えー、例えは悪いけれど、泥棒が、えー、家に入って、その入った後に、その人のタンスから服を盗んで、えーえー、着て出ていくみたいな形で、この衣は人の細胞、えー、由来のものです。さて、そのほかを確認していきますと、ここがあの RNA ですね。 これ遺伝子ですで RNA に結合している N, N タンパクというのがあります。まあ、これは保護的な働きをしています。それからこのエンベロープの膜には3つのタンパクがめ込まれていまして、M タンパク、E タンパク、メンブレン、膜タンパクそれからエンベロープエンベロープの補助のようなタンパクそしてこう S タンパクというのがありますで。この S タンパクというのが特に重要で、えー、と細胞に侵入するときの取っかかりとなるんですね。さて、えそれで、えーと じゃあ侵入した時の様子を確認をしておきますとあもう1回確認しておくとここうういうことです S タンパクで侵入するとこの S タンパクが人の細胞の表面の ACE アンンジオテンシ酵素そうえ、まあ、というものに貼り付いてそこに貼り付いて侵入するんですねで侵入貼り付いてしまうと細胞はこれを飲み込もうとするんですウイルスでそして飲み込みます 袋状にして飲み込むと実はこの細胞膜とこのウイルスのエンベロープの膜はさっき言ったに由来が一緒ですので、えー、融合します融合しますとここの RNA だけは外に飛び出てくるんですねでその RNA をコピーして増殖 RNA 自身を増やすとともにここの RNA の情報をもとにあの このリボソームという人のタンパクを読み取る装置を乗っ取ってウイルスタンパクを作らせるんですでウイルスタンパクの中で特にやがてこの膜脱出してくるときにこれと同じタンパクを作らせる必要がある S タンパクとか E タンパクとかを作らせる必要があるのでそれを作らせますでその作らせる場所が小胞体というあの、えーまあ、膜構造細胞の中にある膜構造で作らせるんですね で、この小胞体、ゴルジ体分泌小法というのは普段私たちの細胞の中でも活躍してくれてまして私たちの細胞の中で例えばタンパクを作った時にリボソームでタンパクを作ってその小胞体で輸送しゴルジ体でちょっと化粧というか少し就職をしてそして分泌小法から外に出していくという形を私たちの体の中でやってるんですけどその仕組みを乗っ取って まあ、えー、脱出していくんですけどその時になんと人の小胞体とかゴルジ体の膜のところに自らのウイルスタンパクを合成したやつをこう配置するんですね配置すするんですこう見事に配置しますで配置したところにこの核がしあの RNA が侵入してきましてこうしますでこれがさらに侵入していくと、えー、こ,こことここがつながりましてこういうふうに えっと、膜の中にウイルスがあの子どものウイルスがあの入ったような形になります。でこれが最後に細胞膜と融合して外に飛び出てくるという流れです、まあ。見事に乗っ取って脱出していくんですね。さてここのタンパクの翻訳とか RNA の複製のところをもうちょっと詳しく見てみたいと思います。えー、さっき、えー、少し遺伝子のことを詳しく言えなかったんですが。 これが RNA、まあれ、少し巻きついたような形をしてるんですけどこれ一本線に表現するとこういう形です。でプラス差というのは、えー、そ,そのままあのー、タンパクを合成する情報を持った鎖ということです。で、この RNA のところが前半のところ、3分の2の部分と後半、3分の1の部分に大体分,あの分類できまして。えっと これはプラス差というその方向なんですが、一旦コピーしてマイナス差にして、またプラス差にするというような、えーまあ、コピーのコピーをする形を取ったときにえこ、ここの部分だけ短めのコピーを作るんですね。でそうするとで、短めのコピーの中でまたその段階があって、この長さとこの長さとこの長さとこの長さぐらいの、まあえー、大きさの違う、えー、こあのコピーを作ります。でそうするとこの一番 この短いグループの中で一番長いやつは S タンパクの遺伝子を持っている、これ E タンパクの遺伝子を持っている、これ M タンパクの遺伝子を持っている、これ N タンパクの遺伝子を持っているという形になりまして、ここをリボゾームで生み出せて、S タンパク、E タンパク、M タンパク、N タンパクを作らせるんです。さてその次、前半の非構造タンパクと黒で書いてあるところなんですが、 ここれはこう,いう、まあ、この S たんぱくとか E タンパクとか N タンパクトとか N たんぱくがやがて脱出するしていく子どものウイルスの,こうあの、えー、構造ですので構造タンパクと言いますけどこれ非構造タンパクくと言ってます、えー、つまり子どもの部品には直接なってないじゃあ何かというとこれ非構造タンパク全体が長い、えー、タンパクとしてあの情報を読み取ってリボゾームで作られます えまあ本当は厳密に言いますと、2種類タンパクを作るんですけど、まあ、あの大きい1個だけで説明しておきますと、それが実は16分割されまして、プロテアーゼというやつで、その16分割した部品がいろんな働きをするんですね、1つはこのプロテアーゼとして働くものとか、この RNA を合成するときの RNA ポリメラーゼと働いていくものとか、いろいろ働きをしまして、つまりあの構造を作るときの補助的な働きをするということですね。 でもこれがないとこれもできないので非常に重要な働きをしているということですさてそれを見ておいていただいた上でいよいよ薬剤の話に入っていきたいと思うんですが、えっと、薬剤の基本でこれちょっと原核生物最近で説明してしまったんですけどウイルスでも一緒で、えー、薬剤というのは洗濯毒性というのが基本で。 人の細胞には害を与えない、あるいは害が少ないけど、ウイルスとか細菌に対しては、えーまあ、あの効果的なものというのを、えー、できるだけ開発していくんですね、それで今、実は、えー、新型コロナ対応の薬剤については、国民的な注目が集まって、まあ、全世界的な注目が集まっているので、ワクチンも含めて新薬というものに非常に注目が集まります。 ただちょっと踏まえていただきたいのは、これ、日本医師会の COVID-19 有識者会議、日本医師会のホームページからこのページに飛べますで、これは実は最先端、最新の,あの、まあ、有識者会議全体としての見解も載るし、個人の医師とか医療者の見解も載るので、非常に貴重なページなんですけど、そこに5月18日付で、新型コロナウイルス感染パンデミック時における治療薬開発についての緊急提言というのが載りました。 その中で医師会のこの COVID-19 有識者グループがどういうふうに表現しているかというと特に COVID-19 の場合のように重症化の一方で自然え警戒もある未知,の未知の疾患を対象とする場合には症例数の規模がある程度大きな臨床検査が必要となるさらに観察研究だけでは有意義な結果を得ることは難しいことを指摘したい安全性に留意して適用外使用を行うことは現在認められているとえエビデンスがない十分でない公約特に既存薬については拙速に 特例的承認を行うことなく臨床試験において十分な科学エビデンスに基づいて承認すべきであることを提言するということでちょっとここの適用外使用を行うことは現在認められているということは実はそれぞれの薬ですでに厚生労働省が承認した薬というのはこの薬はこ,この,やあの病気に効きますよという適用があるんですねでも実は医師の判断で、まあ、当然患者も同意があの、えー、求められますけど そのこの薬は、まあ、あの本当はこのためにあの、えー、開発されたものだけど例外的にこういう、えー、別の目的に使うことができるという判断はできるんですねただ、えー、と医療界全体として推奨していくためには慎重な検討が必要であるということを言っています。ということで、えー、これから私が話す話はそこら辺 の、えー、点を踏ままえたた上で、えー、お聞きいいだければと思いますさてじゃあ、えー、と医療における、えー、注目点はどうなってるか、えー、さっきのコロナウイルスの増殖図に照らし合わせてみていきたいと思うんですが、まあ、一番期待されるのはワクチンですねただワクチンが、えー、と有効性が、まあ、その開発が簡単かというとこの、えー、コロナウイルス新型コロナウイルスに類似した SARS、えー コロナウイルスですね、SARS の場合には、2003年に一応1回制圧しましたけど、それから今に至るまで有効なワクチンはまだできていませんということで、そう簡単ではないと思いますので、まあ、注目はしますけど、えー、そう簡単ではない、ただ、まあえーも、もしあり得るとしたらということで、えー、っとこのさっき言った S タンパクを阻害するワクチンが、えー、できれば、ここ、侵入をブロックできるわけですから、有効ですね、1つの可能性として、そういう方向性が考えられています。 さて次に分かりやすいところとして遺伝子検査のことについていきますと遺伝子検査というのはここの侵入してきた RNA とかこれ当然まあ人体の中で大量に起こってますから当然細胞が壊れたやつとかからあのこの RNA というのが飛び出てくることがあるんですねでそれを検査すればまあ新型コロナウイルスが細胞内に侵入したかどうかが分かるということで現在行われている検査はこれが基本ですそれに加えて最近抗体検査というのが行われてましてこれは後で説明いたします それではあ抗体検査というのが行われた抗体検査の方向は検討されていて、それ後で説明いたします。さてあの、薬剤についてですが、今有力視されて、注目されているのはこの3つです。レムデシベルと、えー、ファビピラビル、アビガンと、それからイベルメクチンですね。でレムデシベルとファ,フ,ァファビピラビルは、アビガンは、 あのこの RNA を合成するのを阻害するという薬剤として注目されています。ねそれからイベルメクチンというのはこれはあのどういうことかというとさっきちょっと言うべきだったけど、えー、っとこの増殖の時にちょっとこのインポーチンというこれはまだ、えーっとえー、薬剤の手前の話ですけどインポーチンというものの働きについてちょっとあの見ておきたいと。 でインポーチン,ってはインポートというまあ輸入するという言葉から由来したまあ物質で核にタンパクを輸送する物質なんですねで。実はこれはウイルスが感染すると、インポーチンがそのウイルスに感染された情報であるタンパクの一部を核に持っていくとあ、これはウイルスに侵入されたから防御しなきゃいけないということで、インターフェロンというウイルスに対する防御物質を出すんですね。えー、ところが コロナウイルスが手強くてこのインポーチンを阻害することでインターフェロンを出させないこれは点々になっているということは、えー、コロナウイルスの力でこれをあコロナウイルスのさっきの構造タンパクの流れの力、えー、部品の力でこれをストップさせるんですねでそしてインターフェロンという抑制効果が出ないので増殖を続けられるということですそれでイベルメクチンというのは実はこう大村さんという日本のノーベル、えー 賞、まあ、いただいた科学者が、えー、開発に関わったんですが、えー、このインポーチンを止める、えー、コロナウイルス以来の構造タンパクを止めるんです。ということで抑制の抑制ブロックするものをブロックしますので基本的にインポーチンが解放されまして、まあ、移動ができるようになるとインターフェロンもできるという形になりまして。 あのこれであの、まあえー、有効な可能性が出てくるということですね。はい、えー、それ可能性が一つ、えー、あります。そしてこうレ、レムデプシブルとファビピラビル、アビガンはほぼ近い作用ですから、この RNA 合成を阻害するということで、ちょっとその仕組みについて見ていきたいと思います。で、えー、アビガンっていうのは、まあ、アビガンの方が有名ですから、アビガンで説明して,しておきますと。 細胞内に、えー、取り込まれたときに、えー、こういう化合物に変換されるんですねで。実は RNA というのは、このヌクレオシトという鎖が連結して次々に長くなっていくんですけど、それは RNA を新しく作る作用なんですけど、その時にヌクレオシトというのは塩基と糖とリン酸という、まあ、1つずつの連結体なんですが、そこに新しくくる鎖は塩基と糖とリン酸3つです。つつがくっついた上で えーまあ、接近していくた上で2つが外れて1つだけが残ってくっつくということですねつまり RNA の合成の阻害剤はアデノシン3リン酸ウリジン3リン酸グアノシン3リン酸シチジン3リン酸という、まあ、あのヌクロシト酸リン酸というグループですでこれに実はそっくりのものになっちゃうんですねあああの体内で変換されてそうすると 間違えて、例えば特にアデニンとグアニンという塩基を持ったものとこ,これはアビガンの、えー、形がそっくりですので間違ってここに取り込まれてしまうと実はここでそれ以上あこれはの普通の RNA の身長の時にはこの下にさらに次の RNA 部品がくっついてさらにその下に部品がくっつくということでだんだん鎖が伸びていくんですが間違えてアビガンが取り込まれてしまうとここで鎖がストップしますそれ以上合成できなくなって RNA の合成を阻害するという。 作用です、す、えー、レムデジベルの方もほぼ同じような作用だと言われております。さて、じゃあ、最近のニュースを見ていきましょう、本日、まさに本日のニュースで、えー、さっき言ったように、X3 というのはそう簡単じゃないってことで、確かに注目点としては間違ってないんですが、あのまあ、今のところ、えー、実証的な、えー、比較、まあの、使わない患者との結果はなく、比較検証はできないとかいうニュースがこれ、載ってますね。 でこれはあのレムデジベルの方に、デシベルの方にあのま,まだ結果の差が出てないとい報告があったりして、あのやはり注目されてるけど、そうお墨付きがで出るような結果だが出てるわけでもないということですね。さて、えっとイベルメクチンの方ほ大がもともと北沙大の方、大村さん北沙大の方でもありますので、えー、北沙大が医師主導の治験を開始したというニュースがあります。 あそれともう一つ重要なこと言い忘れました。でええっとえっととここですけど、ここにプルティアーゼ阻害剤というのを言いました。あのこれ、RNA 合成阻害剤ですね。でこっちがあのまあ、インポーチンを阻害を解除するもの。であと、ここに具体的な薬剤名としてはないんですけど、プレターゼ阻害、かっこ謎と書いてあります。これは まだ注目する薬剤、主流薬剤にはなってないけど、研究が期待されると言っているところで、このプロテアーゼを阻害するということは何かというと、遡ると、これです、えっと、この非構造タンパクがこう長いタンパクとして出た後に分割されて、部品になって、それがさまざまなちょこまかといろいろ働いてくれるこ、この分割をさせるのがプロテアーゼなんで、これを止めてしまえば、この部品ができない、部品ができないと、これらは全部ストップしてしまうので、 あのウイルスが増殖できないということですね。ということで、プルテアーズ合成阻害剤というのも、えー、注目されているということです、はい。プルテアーズ阻害剤開発ということで、これは、まあえー、具体的な薬剤名、あんまり具体的には出てないけど、あのまあ、こういう記事になるわけですね。ということで、えー、今日の話を踏まえていただくと、薬剤開発とかに関する基本点が分かると思います。で最後にですが えっと、ここです、さっき少し保留しておいた抗体検査についてです、で抗体というのは人が、えー、ウイルスなんかが侵入してきたときに、ウイルスに対抗して、えーまあ、そのやっつけていく物質なんですね、あの結晶の中にある、えー、タンパクですで、その中には2種類あります、IgG、IgM と IgG というのがあります、IgG の方について、特に、高 N か高 S かとで、N というのはここの、まあ、えっと、 ここですね。あの RNA に張り付いてる、えー、RNA を補填する、えー、補助するたタンパクとそれから S というのはこのスパイクタンパク侵入する時のタンパクということですけど、それがまあ、違いがあったりするんですね。さてこれえっ、ー、とコロナウイルスということじゃなくて病気の一般論ですが。 あの1回目に侵入し,、えー、した時に、しばらく経って、時間、これ横軸日数ですね、時間が経って IgM というのが出てくると、IgM というのはこう5両体って言って、5つ方向に串刺しをする抗体を持っているもので、これがこうウイルスとかの表面に張り付いて串刺しをしていくんですね。で、その後しばらくして、えー、っと IgG というのが、まあこれ、単両体というんですが、あの まあ単量体一つずつの抗体にこう矢印が2つあ、や槍の先が二つあるんですね。まあ、抗体の話はまた、講座の後半の方でやりたいと思うんで、今日はあの簡単にしますけど、IgG というのが出てくると、IgG があの増えた頃には、大体普通の,あの疾病というのは治癒していくんですね。治癒してきまして、その治癒した記憶が免疫記憶として残されて、2回目に侵入したときに急激に大量に IgG を作ってくれるために、 あのまあえー、病気にならずに済むというのが免疫の仕組みですさて今実はあのー、この研究に私は注目してましてこれもさっき言った日本医師会の COVID-19 有識者会議の中に個人見解として載ってるんですが抗体新、えー、型コロナウイルスの血清 IgMIgG 抗体の定量的かつ大量測定プロジェクトというのが5月18日付で えー、東大の小玉辰彦さんが中心になって、えー、の出るんですね。でこれ何かというと実は新型コロナウイルスについてこの IgM と IgG の,その、まあ、感染者における動向を調べてみようということです、まあ。やがては感染者だけじゃなくて広げていくと思うんですがあのそうすると何が今のところ分かってる話としてどうも日本人は IgM のああの 上昇が少なくていきなり IgG g があの増えてくる傾向があると、普通、食感染、あごめんなさい、IgM なんだけど、IgG な,、えー、なんだけど、ここがあんまり少なくていきなり IgG が、えー、増えてくる傾向があるということで、えー、これに関して2つの見方があって、あ,のある見方をするとこういう説があり、えー、成り立ちます。 えー、実は日本人は、えー、新型コロナの以前に他に一般のコロナウイルスのがあるんですね、そんなに重い症状にならない類似のウイルスがあるんですけど、それに日本人の場合には感染したことである程度、新型コロナも含めるものにもう対応できるような抗体ができたんじゃないかという説があります。えー、これはあの日本人の、えー、死亡率が欧米に 比べて少ない原因の一つの仮説ですね、ま,まだこれ、えー、証拠がないというか、その確かめられてないので仮説なんですが、仮説があります。で、それがまあ、えっ、ー、と、いわば、その、今までのデータを、えー、楽観的に、えー、考えられる仮説ですね。でも一方で、児玉さんなんか慎重な方ですので、まあ、そう思ってるかもしれませんけど、えーと、別のことも言われております。IgM が、えー、最初に増えてこないっていうのは 何かこのウイルスの持ってる、えー、未知の手ごわい性質によるものではないかと、えー、例えば、えー、免疫が、えー、逆にあのなかなか、えー、抗体を持っても必ず、えー、次に、えー、効果的では限らないとかいろんなその未知の性質があるんじゃないかということで慎重に検討すべきだというふうに言われてますけどいずれにしてもこの IgM と IgG のデータの、えー、変異が分かっていくともしかしたら 今後の、えー、この新型コロナに対する対抗戦略も変わってくるかもしれませんので非常に注目している研究だということです。ということで本日は、えー、とここですね、まあ、この、えーとえー、基本的な、えー、新型コロナウイルスに対する、えー、今注目されている薬剤の採用ポイントなどについて話させていただきました。明日、えー、13時から船橋市議会で質疑をいたしますのでよかったら えー、ご覧ください、えー、本日はご清聴ありがとうございました。